暴力やめろ。
縄の大浦湾辺野古の新基地に対し新基地を建設に対して、それを守っている市民の皆さん、カヌー隊に対する暴力絶対許さない。おいそこのお前よく聞いとけよ。そこだ。知らんよ、いらねえんだよ米軍基地。こんなものに対して、海上保安庁、お前ら海猿とかなんとかよ言われてるけど、お前らは海猿なんかじゃない。ゆでガエルだお前ら。何の考えもなくて周りの状況でさ、本当に頭の中真空状態のゆでガエルだお前らは。本当に暴力で、制圧で何になるんだ。ふざけるなお前ら。沖縄の民意はこの間選挙で出てるだろう。基地はいらない、出てるんだよ今の安倍政権。本当にさ、もう国を本当に滅ぼす方向にいってる。分かんないのかお前ら。お前ら本当によ、ナチスの突撃隊とかさ、昔の憲兵だと同じだよ。お前らやってることはさ、分かんねえのか。自分の頭で考えろ、ふざけんなバカ野郎。海上保安庁、お前ら本当にふざけんじゃねえぞ。ガンガン来てやるからな、お前らでバカ野郎。海上保安庁の皆さん、こんばんは。何でしたか、分かってますよね。あなたたちが何をしてるか自分たちでよく分かってますよね。あの海上保安庁のホームページに美しい海を守るって書いてあるらしいんですけども、守ってますか、美しい海を。やってることが逆じゃないですか。あの本当にあの新基地いらないですよ。でそのあの反対する人たちを暴力で排除して何やってんですか。本当にあのこれ賛成、私たちは反対ですけども、基地賛成反対以前の問題、やり方が汚すぎるよ。沖縄ってあの民意は出てるわけですよ。基地はいらないと、ね、出てて、それであのでまあ、尾長さんにも合わないし、まあ、とかね、全然あのそういうのも無視して強引に推し進めようとして、それに手助けしてるのがあったのだよ。暴力で排除してるんですよ。夜中にあの機材入れたりとか、そういう姑息な手段でやりたいなら正々堂々と正面から来い。で、本当そういうやり方が人間として恥ずかしいよ。海上保安庁とかそういう名目以前に人間としてちゃんと考えろ。いやもうね、本当にね、頭にくるんですよ。海上保安庁、あなたとかもう何度も何度も言うのは大嫌い。俺、同じ話すんの大嫌いだから、まだ言うのは大嫌いだけど、何の仕事してんだよ、お前ら。あなたたちは人を殺して楽しいか。基地って何のためにあるんだよ。アメリカの基地、日本の基地、そこがこれから今何をしようとしているか、そんなことあんたたち一生懸命実は考えて分かってんだろ。その中であんたたちはその何に何のために何を協力して何をしているのか
あんな苦労して頑張って反対しているのか知ってんだろうが、それを暴力的排除、悲しいと思わないのか、自分の人生そのもの。あなたたちの仕事はそんなもんで本当に一生終えていいのか考えろ。以上だ。皆さん、そうですね、中国船が、サンゴ礁を、取りに来て、それに対して政府が、文句言ってますけども、あなたたちが、沖縄にやってるサンゴ礁をぶっ壊すことは一体何でしょうか。政府のやってることは、ダブルスタンダードだと思います。それに、水火薬、海猿と称する、暴力団、そういう海猿という昔映画がありましたけども、ああいう感じでは全然ありませんね。ああいう感じだとすると人の共感も得られるでしょうけど、実際の海上保安庁がやってる海猿のやってることは単なる暴力団だということです。水火薬をひっくり返して、乗ってる人たちを水につけて、で1時間ほど放置する。で寒さで凍えてるところを、そのまま拘束していくと。やってることが、本当に暴力団しかすぎません。海上保安庁の皆さん、もうちょっと考えてください。あなたたちのやってることは、先ほどの話も同じように辺野古の建設以前の問題です。人間性としての問題です。本当にね、恥をね、知った方がいいです。沖縄に対して恥ずかしいと思ってください。我々は、あなたたちの蛮行を断じて許すことはできません。しまったー。海猿止めろ。海猿止めろ。海猿やめろ。海猿やめろ。海猿止めろ。海猿止めろ。海猿やめろ。海猿やめろ。海猿止めろ。暴力三昧。海猿やめろ。暴力三昧。海猿やめろ。仕事でしょうが。
られる方、いらっしゃいますか。あ、よろしくお願いします。一言だけ、お前ら沖縄甘く見てるぞ。これは絶対沖縄負けないからな。お前赤っ端かくぞ。絶対に沖縄負けない。日本がこのまま沖縄にああいう集中をするということはだよ、最終的に沖縄の人たちが民族自決権を行使するという、そういう方向に行くんじゃないか。そうだ。こんなことになったら大変なことだぞ。これ東アジアのパワーバランスが全面的に見直されることになるぞ。お前らやってること分かってんのか。沖縄は絶対負けないぞ。そうだ。選挙の結果見ただろう。皆さんこれね、沖縄負ける喧嘩してませんから、勝つ喧嘩してますから。勝てる。うん、よく覚えてけ。さらけ。ありがとうございます。他、どれか、どれか。大丈夫、大丈夫。はい、はい。今の発言に関してですけどね、本当にその通りなんですよ。沖縄はね、海上保安庁も安倍政権もね、よく聞いておいてください。沖縄はね、今回もう勝ち抜いているんですよ。いいですか。本来であれば沖縄を従属し屈服させ、そうしたかったでしょう。でもしなかったのがもうすでに今回の選挙でも、その前の選挙でも完全に明らかになったということですよ。つまり沖縄はあんたたちの血の、あんたたちのその支配に打ち勝って今戦い抜いているということだよ。これだけは絶対にすらね、俺たちはその沖縄のその絶対に試合なんか負けないぞという、そういうところに連帯して一緒に戦ってるんだ、忘れんな。おい、いらっしゃいませんか。じゃあ最後ゴールしましょうか。じゃあ沖縄負けないぞですね。ね、どうしますか。沖縄に返せ。え、ちょうど警察を見たしさ。あ、そうだね。スプレッカー。沖縄負けないぞ。